卒業旅行です。です。ダブルさん、アリアにした理由って何ですか？一番かっこいいからです。こうやって試乗してると、はい、分かるじゃないですか。あ、なんかいいペダルだなみたいな、それバレるのが嫌だったので。はい、国道115号線ひたすら走ってまいりました。本当はですね、バンダーズマスカイラインも行きたかったな。せっかく当チャンネルの卒業旅行だからスカイラインに行きたいなとも思ったんですけれど、バンダーズマスカイラインまだまだ冬季閉鎖中となっておりますので、そちらにはそれずに来ております。今ですね、ここでですね、私たち今日どこに向かっているかの答えをですね、言ってみようかなと思います。ダブルさん、何でした今日は？番内食堂です。番内食堂、はい、何ですか番内食堂って？ラーメン屋さん。そうですね、ラーメン屋さんです。喜多方ラーメンです。はい、喜多方ラーメン の有名店ですね、番内食堂さん。はい、なんで番内食堂に行くことになったんですか今日は？朝ラーをするからです。そうなんですよ。なぜ朝ラー？3万人の時の企画でもらってて、はいはい、ずっとやってなかった企画が朝ラー。そうなんです。福にチャージ YouTube チャンネル、チャンネル登録者数3万人の、はい、企画の一つとして、視聴者の皆様からいただいたネタをやりますと、採用したらステッカーをプレゼントしますという話があったんですけれど、ステッカーをお渡しして、まあ、採用しますと宣言したのにやってなかった企画の一つが、今日行きます番内食堂での朝ラーですね。はい、ちなみにダブルさん、番内食堂って行ったことあります？多分ないと思います。初番内食堂、はい。じゃあ朝ラーの経験は？朝ラーもないです。初朝ラー、はい、はい、いいですね。番内食堂さん、喜多方ラーメンの中でもかなり有名店ですけれど、それ以外にもですね、喜多方では朝ラーメンですね、はい、食べれる場所が結構あるんですよ。私もないわけじゃないですけれど、本当に久しぶりの番内食堂、そして久しぶりの、朝ラーとなります。結構楽しみですね。なので朝ラーと言える時間にラーメンを食べるために、結構早めに福島市を出てきたというのが今回の市場となっているんですよ。朝ラー食べて、はい、さようならというわけではありません。まずは最初の目的地が朝ラーで、その次にもう一つですね、別の企画をご用意しております。今日の市場は2本立ての市場となっております。ダブルさん、ちなみに番内食堂は初めてだということですけど、喜多方ラーメンの好きなお店とか食べたことあるお店って何か覚えてるのあります？市役所の近くにあったラーメン屋さん。ああ、2つ並んでるところの、はい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 、右側の方だった気がする。名前はちょっと分かんない。ちょっと分かんないですよね。あれ、動画の中でって喜多方ラーメン行ったことあるんだけど、どうしよう、私も忘れてる。一回行きましたよね。あー、ツーリング。ツーリングだ、そうだそうだ、オーラとノートでツーリングか、うん、の企画の時に行ったんですよ。っていうか、すごい何の企画か私全然思い出せなかったんですけどよくわかりましたね。そこだけは覚えてます。素晴らしい。これ目的地やっていいんですか？あ、そうだった。はい、では目的地番内食堂の設定の方ですね、ダブルさんにお願いしたいと思います。ハロー日産、ご満道どうぞ。番内食堂に行く。番内食堂。おお、すごい、すげえ。一発。1。番号をどうぞ。あ、1です。1。番号をどうぞ。1。1。1。使用可能なコマンド、ルート探索。ルート探索。ルートを探索しています。磐越自動車道を通るルートでご案内します。 ETC カードを挿入してください。こっから高速？ごめんなさいダブルさん、私油断してて、喜多方方面に行く道を通り過ぎました。あそこです。あっちだったのか。そうですそうですそうです。なので U ターンしましょう。はい、ということですね。ちょっと U ターンをさせていただきましたが、ですね、
未だに道を戻れと、案内されております。一応一般の優先で設定したんですけれど、普通に行こうと思うと、なんていうんでしょう、南回りで行くんですね、バンダイさんの。でも私は今日裏バンダイ周りで行きたいなと思っていますので、そっちのルートに戻りたいと思います。すごい意外と車走ってるこの時間でも。ああ、多分この裏バンダイ方面に行くっていうのは釣りをする方とかとかかなという気はするんですけど、まあ今年ですね、ちょっと暖冬でワカサギ釣り、福島県のワカサギ釣りといえばの桧原湖が全然凍結してないんですよね。まあ、凍ってないわけじゃないんですけれど、人が歩ける上を歩っていって穴を開けて釣りをするようなほど湖面が凍っていないので、屋形船とかで、ね、釣りをするというのが今多いかなと思います。はい、裏磐梯エリア到着いたしました。目指す喜多方市はですね、まあ、またここからしばらく先になるんですけれども、あ、喜多方31キロって書いてある。思ったより遠いな。この辺りで1回、電費の報告しましょうか。 62.5 キロ走って1キロワットアワーあたり 4.1 キロです。ずっと上りの区間がほぼほぼだったんですけれど、まあ、その割には平均燃費ちょっと上がったかなっていう感じはしますね。はい、バッテリー残量が 55% となっております。はい、ここ湖なんですけど、この辺は湖面凍ってますね。凍ってますね。シャンちゃんと氷張ってる。桧原湖の南の端のあたりというのか。あー、ただやっぱり広い方に出てくると凍ってませんね。いや、というか今年は本当に雪少ないですよ。いや、こんな路肩に履かれた雪はたくさんありますけれども、でも路面にもないし、もっと本当だったら雪が積み上がっているはずなんですけれど、そんなことがないです。おお、ちょっとどこかで凍った桧原湖を見てみましょうか。この先の道の駅で一回泊まってみましょう。はい、裏磐梯ビューパーク道の駅裏磐梯ですね。ちょっと休憩兼ねて湖見に行ってみたいと思います。見えるでしょうか。一応燃費見ましょうか。はい、 72.0 キロ走って燃費が1キロワットアワーあたり 4.3 キロです。はい、 4.3 キロとなっております。72キロ、結構裏磐梯って遠いんだな。行き過ぎてて近い感じしかしてなかったんですけれど、思ったよりも遠かったです。ではちょっと見に行ってみましょう。はい、道の駅裏磐梯。あー、ギリギリ見えますね。あー、見えた見えた、これか。こちら皆さん見えるでしょうか。桧原湖湖面が本日凍っております。はい、ではラーメンに向かいましょうか。はい、はい、では引き続き喜多方ラーメンに向けて走っていきましょう。いや、しかし本当に今日天気いいですね。卒業旅行日より確かに天気悪くない。そうなんですよ当チャンネルいつもですね、試乗のたんびに大事な時は雨が降るんですけど、いいですよ今日は。はい、はい、時刻は9時10分。目的地喜多方市の喜多方ラーメン屋さん磐梯食堂まで残り7キロほどとなっております。まだ住所的には北塩原村ですね。あー、でもここから窓の外にですね、はい、喜多方市街、いやこれは会津若松かな。朝ごはん食べないで9時って結構お腹空くんですね。喜多方ラーメン楽しみになってきました。磐梯食堂の朝ラーです。私も朝ラーってなんかどのぐらい混み合うのかがあんまりイメージついてないんですよね。早朝というわけでもないので、なんか一番中途半端な、人があんまり来てなさそうな時間じゃないかなと期待はしてるんですけど。こちら磐梯食堂の朝ラー何時からになってたんでしたっけ。7時。早っ。7時に行くためには私たちはあと2時間早く来なきゃいけなかったから、スタートは5時。それが嫌だったので、はい、7時にしましたそういうことですね。あっという間に喜多方の街中に入ってきております。うわー、ちょっとダブルさんによそ見をさせるわけにはいかないんですが、
右手の方にですね、かっこいい山が出てくるんですよ。雪積もってる。雪積もってますよ。すごい。こちらが、飯豊山ですね。福島の山ですか？これは福島ではなくて、いや福島も被ってるか、うん、福島と山形の県境みたいなあたりかな、うん、でもほぼ山形です。喜多方市ってすごい一部分細長くなってるの知ってます？知らないです。地図をよく見るとですね、喜多方市のあの北の端のあたりがですね、ピョロ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 って細長いあの県境あるんですよ。でこれが何かというと飯豊山なんです。飯豊山ほぼ山形と言ったんですけれど、山頂は福島県でして、そこにつながる登山道のところだけ喜多方市です。私も昔調べたんですけれど、どうやらですね、この飯豊山の山頂が神社になってまして、そこのあのまあ山岳信仰みたいなところがあって、それを守っているのはまあ福島県だというか喜多方市だというか、そんな話があって、山頂とそしてそこに続く登山道は福島県に属することになったという、だいぶ昔の話みたいですけど。違う、ブレーキが強いのかな。ああ、ブレーキ踏んだ時に、急にあのさっきの E ペダルの話ですね。はい、久しぶりにブレーキ踏んだから今。ああなるほどなるほど。あでも確かに私も久しぶりに日産の EV 乗るとブレーキ踏んだ時にグッと結構一気に止まるなという感覚はありますね。これも本当慣れちゃえばすぐになんか感覚つかめるんですけど、割とドライブフィールが日産の中で言っても他の E パワーの車とかと比べた時にちょっと効きの強い感じがあるかなと思います。ツーリングの時のラーメン屋さん通りますね。あ、そうだ、玉吉食堂だ。今カメラに入ったかな、怪しかったですけど、玉吉食堂さんです。そうです。はい、到着です。到着です。お疲れ様です。朝ラー到着できた。はい、できました。伝票ですね。はい、見てみましょう。 92.9 キロ走って、お、すげえ、1キロワットアワーあたり 5.3 キロです。お、5キロ超えてきましたね。よかったよかった。はい、はい、バッテリー残量が 49% ですね。はい、ということでまずは腹ごしらえ。はい、はい、今日ここがスタート地点ですから、はい、はい、行きましょう。では届きました肉そば、どうぞ。汁あふれそう。確かに。あ、うまっ。うまっ。うん。うまっ。ということで、さっぱり、いただきます。ごちそうさまでした。幸福橋ですから、はい、多分、幸せを祀ってるんですよ。おー。え、ここに、はい。あ、稲荷神社、まあそっか、あの鳥居がたくさん並んでるってことは稲荷神社ですね。どうぞ。2礼2拍1礼。いつもありがとうございます。あ、いいですね。あの、これ久しぶりに見た、若いの。それ、BB なんですかね。はい、久しぶりに見た。神社にお参りするっていうのは、先輩の家にあのお邪魔する時の気持ちで行きましょうっていう話らしいですよ。いつも世話になってます。あ、でもそんなにあの堅苦しくならなくていいみたいな、そんな話を聞いたことがあります。じゃあ行きましょう。今日の卒業旅行何をされますか？次？はい。ダフルさんって、はい、あの運転割と丁寧ですよね。割と？